のとギミポンジュ。ギミポンジュ出た。はい、というわけで今回はね、久しぶりにキャンディーをしていますので、今回はね、ここで5分間チャレンジ入れていきたいと思います。久しぶりですね、5分間チャレンジ。しかもね、キャンドゥってあんまないんだよね、近くにね。そうなの。だからちょっとね、今日は、はい、久しぶりにこれなんかどっかで見たよね、この箱ね。ミニソーで。あ、そうだ、ミニソーにあったね。うん、あったあった。はい、じゃあ早速行っていきましょう。はい、5分測って。はい、じゃあ5分測るよ。いい、いくよ。よーい、スタート。メイクコーナー。メイクコーナー行きますか。私ね、ちょっとね、ちょっとね、うん、知らない。何？なんだっけ？でもなんか欲しいの。あ、あれか。なんだっけ？そう、メイクポーチなくしちゃったけどね。消してた方に、リゾを使ったの全部ね。茶色が好きなんだよ、茶色。うん。明るめのこれ欲しい。うん。見て見て、こういう個人のもある。こういうパウダーがなくなっちゃったのかな。うん、私茶色系が好きだったんで。うん、薄いピンク。あ、もう1分だよ。1分経ったよ。やばい。いいこと。早い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 。メイクが欲しいのね。そういうお年頃ですね。いろいろあるよ。そういう100均だけどね。しほちゃんはまだ100均で十分なの。まあ、ミックスだよ。それ買ってみる？なんか、あ、これ、そう、こういうやつね。憧れますね。いいな。あ、もう、あと残り3分25秒。あ、ちょっと、お菓子買おうかな。お菓子買うの？え、珍しい。やっぱやめる。タオルね。これ買う。うん、学校で使えるシンプルなタオルね。そうそう。これ邪魔だったんじゃないの、この箱。邪魔じゃない。邪魔じゃない？大丈夫？なってもないからね。あともう2分40。ちょっと来ちゃった。ちょっとショッキ。初めて来るとこだからさ、どこに何が売ってるかがわかんない。あ、お持ち込み買ってく。目玉焼き買ってく。どうしよう、どうしよう。あっち行く。あっち行こう。うん、すごいこれ。かわいい。ちょっと飲むのにいいかな。うちコップ多いんでやめてしまう。そうね。むやみに買うのも良くない。ちゃんと欲しいものが。やばいよ、しょうちゃん、もう2分だよ。あと。あ、文房具来た。ちょっと鉛筆とか勉強すんの。2年生のモデルだ。リミじゃ、リミにプレゼント。嫌がられるよ。もうしーちゃんあと1分50秒だよ。やばいね。すごいね。すっかりもうメイクで止まってる。本当ノープランで来たからね。あ、でもいいよ、持ってんだ。ポイントでいいじゃん、これ買って。ほら見て。ん？ポイントで買います。ポイントで買うの。あと1分22秒。もうないじゃん。リミ、あと1分22秒。あ、じゃあ押したらお菓子とか。うん、お菓子でいいじゃん。あ、これ買おう、これ。カレー買うの好きだもんね。美味しいカレー、うん、美味しいカレー、美味しいって中辛。あ、プリキュアがあ、ポケモンあるよ。でも絶対ポケモンカレーなんて食べないでしょ。あ、これバターチキンカレー。あ、それ美味しいよね。それはしーちゃん美味しい。これリミと2人で。あ、ちゃんとリミちゃんの分もね。あ、やばい、もう1分切っちゃった。
あと47秒。ご飯買ってくの？砂糖のご飯あるよ。大丈夫、ご飯は家にあるから。飲み物でも買うわじゃ。あ、そうだね。ちょっと入ってんだけど、いっか。そっか。じゃあ飲ませる。もうやばいでしょ、あと30秒。30秒。ね、お菓子買えばいい。お菓子どこ？あっち後ろ。裏じゃないの？あ、お菓子ないのか、これ。お菓子じゃない、もうあっちだ。あっち、やばいやばい、ショートあと18秒。あったあった。ん？クリーム。やったじゃん、大好きなの。オレオじゃないけど、オレオみたいな。オレオの方が好きなんだよね。オレオ好きそうだ。クリームオーガーちょっとは。あ、終わっちゃった。終了。終了です。リミなにそれ、マイクラできる、100円だよこれ。すごいね。普通にさ、アマゾンとかで買う、ね、すごいの見つけたよ。それいつも買ってるじゃん。でもあんまり買えなかったね今日ね。だってもうなんかね、知らん、なんかいいじゃん、いい、迷って結局これになっちゃった。受け負け。なんでこれ、なんか良くないこれ。まあなんかに使うんだろう。使うよ。お店屋さんも。そう。まあいいや、じゃあお会計行きましょう。よーい、スタート。じゃあリーバイバイ、また後で。いいね。誰に探す？ハロウィン。扇風機じゃん。あ、違う。あの、外に置いて肩車肩に乗るやつでしょ。ジュク。パパ。うん？ハロウィン。パパの誕生日ハロウィン。うん、もう10月だからね。レジンだ。レジン。あ、本当だ。レジンの色付き。あ、本当だ。あのね。あ、固められるよ、しかも。本当だ。良くない？いいじゃん。この前機械買ったから ね。それでね、あそこにね、これあってね、それでね、これね、1000円だった。本当。じゃあこれ100円？うん。いっぱい、あ、こういうやつ作れるんだよね。本当だ。すごい。ね、しかもさ、パパ。うん。さあ、うん、これとかつけたかったら、こうやって埋めてさ、やればできるんじゃない？ね、100円で売ってるんだ。買いたい。チョコレートとかあるよ。買いまくる。え、チョコ？じゃあケーキとか作れんの？チョコ買う。あった。うん。あ、ほら、こういう感じでさ。チョコいらないよ。チョコいらない。食べるチョコならいるよ。いつね、青とね、原色買っちゃう。原色？違うな。だってご飯かんでも何でも買っていいんでしょ。いいけど。まあでも使うもんね。使うもん。リミ遊びたいもん。うん、黒もいるかな。うん、シャキシャキだからいっぱい買っちゃうよ。あ、あれ？見て、ここにも埋められるよ、ここ。この中。へぇ、ちょっとリミの好きそうなやつある、見て。何？クマを。へぇ、作れんの？クマちゃんがいる。作れんの？でも部品が、クマがいないね。リミ、型買いたい。うん、型買おう。それと、あとハートぐらい。うん、ボールチェーンとかあるんだ。あと丸と丸も2つついてる、うん、このぐらいにしとく。うん、プーさんの蜂だ。蜂ちゃんかわいい。使っていいかな。うん、
ぷんぷんはち、はちみちぱち。こんな感じ。そしたらこれはいはい、うん、シリコン型。あとは何買う？でもこんな感じでいいんじゃない？うん、これでいいか。いっぱいある、ね。レジンで終わっちゃう。でもレジンでいいかな。どれがいいかな。どうしよう。ここ文房具。そう。ここね、新商品って書いてあるよ。ここ。ここ新商品って。ね、マイクラできるようになったよ。マイクラ？マイクラ。あ、いいじゃんこれ。あ、これしーちゃんにも買ってあげたら、うん、え、これめちゃくちゃいいじゃん。え、パパもやりたいの。え、あ、でももうないんだ。わあ、え、これ100円で売ってんの。見て、スイッチのやつもある。何これ。え、ちょっとキャンドゥすごいな。え、ちょっと普通になんか嬉しいんだけど。へえ。じゃあもう1分経っちゃったかな。まだ時間あると思う。こんな感じ。まだいける。うん、おじいちゃんですからね。これはなんか切ってます。うん。ゾンビ部屋、ゾンビなおやつだ。